お父さんが食べてから、見ながらって言ったでしょ。食べる前に言って。でも見ればわかる、こんだけすることから。うん、高野豆腐、おいしい。あ、本当？うん。会社のさ、もう駐車場に車を止めて、ちょうど駐車場の向かい側に家があって、うん、そこの家の庭の木が結構剪定されてて、木がガサ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 揺れてたの。なんか揺れてんなって、多分剪定してんだ、切ったりしてんだろうなと思って、うん、チョキチョキしてさ、うん、で、車から降りて、またガサ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 、でも揺れ方がおかしくてさ、うん、ガサ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 っていうなんか感じで、明らかにこうなんか人が冗談をしてるような感じだったの、うん、すごく気になってさ、うん、こうよく見てたら、うん、ガサ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 って言ったら猫がバッて現れて登ってきててさ、で木の中を、そう、木のね、あの、なんていうの、剪定された木、うん、だから多分あれ持ち主の人が見たら、うん、怒ったと思うんだけど、バサ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 って登ってきて、こう、ここの後頭部が見たのね、この子で、ほう、めっちゃ登ってると思ったら、パッてこっちを見た時に、あの、目が寄ってる猫いるじゃん、やたら近いやつその顔がね、すっごい可愛くて、なんか水色の綺麗な目してんだけど、寄ってんだよバサバサって降りようとしたら、今度爪が取れなくてわかる、なんか爪がさ、グーってやりすぎて顔こう、なんか目寄ってんね、うん、うんってしてる、もう釘付けの状態でさ、うわ、どうするんやろうと思ったら、パッて手が離れたけど、片方がうわ、うん、鳩って首をこうしてさ、うん、あれは、なんで振ってるんでしょうか。可愛いと思ってる、うん、こんな感じ、わかる、違う、首を振ってるリズム、いや、うん、うん、隣なんていうか、そう、うん、鶏をバカにしてる目が動かせられない、だから頭を動かす、あ、じゃあさっきは鶏のこの感じが、鶏も結局そうなのかな、一緒一緒なの、
だってあの人たちあの正面から見たらほとんど見えないからこんなするお父さんがさ、庭出る前とこんなするから、何こうしたこともどっこんのこっちことかおーまだ遊んでるところこれ。すげえこれ。これ何？ちっちゃいもんね。こうだ。見て。